時は来た。神のムクロから再び増加が生まれる。高校たる異例よ、我が命に従え。ザン！金色の夢が動き始める。これから訪れる夜、あなたは挫折を味わい、悲劇を目にするだろう。やがて世界はモノクロになる。そこには一抹の赤が現れるが、すぐに消えてしまう。だが信じてほしい。あなたが決断を下す時、その赤は再び現れる。この言葉の意味をよく噛みしめ、目覚めの世界へ帰るといい。私たちが探している答えはそこにある。まず生命体は眠るのか。それはいつの日か。夢から覚めるためだよ。やはり夜は短すぎる。兄様、夢から覚めるときよ。She's pretty. It's just my type is men.